えー、お疲れ様です、えー、今日は、塗装屋さん、まあ足場でも何でもそうだと思うんですけど、建設業だよね。建設業で元請けを取った方が儲かるでしょうって、まあ、よく言われるんですよ。まあ元請けだよね。90何パーセントは元請け。まあ今、株式会社七色と南世耕って2つあって、南世耕はまあ純粋に下請け。七色の塗り替え道場の下請けもやるし、他の会社からの下請けもやるんで、まあちょっとこれ、まあ、2つある形だから。 でもどっちがじゃあ儲かるのとかって、うん、まあよく言われるしまあ元請けやりたいって言うでしょ塗装屋さんだと特にまあ足場さんって元請けできないじゃん。うん、で俺もやっぱね飛び職だったからねやっぱ元請けできないしできないからい僕は塗装屋になってったっていうのもあるんですけどその元請けやると利益まあね客単価は上がるよねもちろん、うん、工事ね下請けでやらされるのと。 お客さんと営業から何から入れてやるのじゃ値段が違うからさもちろん、うん、あれマイク入ってるかな、うん、まあねそういう話をちょっと今日していこうと思いますちょっとグズったねごめんなさい、えー、チャンネル登録といいねねああと、まあ、最初にちょっと言っておくとインスタと あのー、まあ、ツイッターとかもやってるんですけど、インスタちょっと本当にね、まあ、今の段階ではインスタで結構力入れていきましょうって言って、いろいろやってるんで、ちょっと面白い情報、で、インスタライブもやろうと思ってるし、ちょっといろんなことやろうと思ってますんで、あの、塗り替え道場チャンネルと、俺のチャンネルね、で、これからちょっとリリーちゃんチャンネルって作ろっか、って言って、まあ、動いてるんで、 ちょっとあの、ぜひそっちの方もチェックしてください。あの、寺道のあのね、ミッチーチャンネルってあの、ミッチーのチャンネルもあるからね、ちょっとバーみたいなことやってるけど、あれ <laughs>、面白いからね、あいつのやつ結構。ちょっとまた見てください。じゃあ始めましょうか。はい。じゃあまあ、早速なんですけど、まあ、うん、まあ、俺はもう両方経験して、もう経営者14年やってるから、まあ、両方経験して、一番最初にもう結論から先言うと、しゃぶくのがいい。 本 <laughs> 本当に思う俺は本当にに思思うう俺はよ何っていうと、まあ、まあじゃあ元請けからいこうかじゃあ元請けってじゃあどういうのってまあ下請けで今23人抱えてるとことか5人10人抱えてる人もいっぱい見てくれてると思うんですけどまずね元請けってわかんないでしょだから元請けってじゃあどうなのって先に言おうか。 元請けってさ、ま、あ本当に、ま、どっかのね、チャンネルで、ま、行ったで、ま、言ってもいいと思うんですけど、今、ま、ちょっと厳しく数字もなってきてるから、35、ーないかな、決算書でね。あの、ま、あ本当に職人の原価だけでね、工事原価だけで。営業マンとか、車とか抜いてだよ。あの、所長さん、あの35%を儲かっとるんかって思わないでくださいよ。車とかあるんでね、ガソリンだとかああいうのに入ってないからね、工事だけ。 でガソリンだとか高速代ももちろんかかるし、営業マンの給料かかるし、うんまあ、現場管理費かかるよねで。あとはクレーム費っていうのがあるよね、別で、うん。だって3年前、4年前の手直しだとかも、まあもちろんある。で視聴者さんとか、まあ、職人さんもみ、ねまあ、職人さんは一番ようわかると思うけど、どんだけきちっときちっとやっても、そんでも出るんですよねで。それをしかもどこまでやるかっていうのも、うち結構まあ言われたらやろうっていう動きはあるから、 ほとんど断られたことないと思う。まあ視聴者さんの中でまあね、今までうちで塗り替えされた人で、まあちょっとこういう風でって3年後とかに問い合わせてくれてる人って結構いると思うんですけど、ほとんどないと思う。ああ、わかりました。ちょっとこれ何とかしますわ。って,言って、その代わりまあじゃあちょっと時間だけ融ー聞いてよ。って,言って、結局1日朝9時に行ってビシッとやっちゃうと、職人に一人区、ね、かかっちゃうじゃん。だけど、じゃちょっと帰り近く現場行った時の帰りとかに寄ってくもんで、 まあちょっといいですかとかそうやってね直していく範囲とかは結構あるじゃん。もうそういうのって結構バカにならんからね。一般の人で言うと、まあ、材料費もかかってとか、まあ、ちょっと職人がこうれ3万4万もらうでしょ。でなんだかんだ言い訳作って金取るんだったらっ足場ちょこっとワンスパンだけかけなきゃいけないんで、警察作業なんか今ダメなんでって言ったらすぐ78万飛ぶじゃないですか。 でじゃあまあできるだけまあそういうのはなくそう。だって足場でもただで組めるもんね。自分のところ材料持って足場の職人があるから帰りにちょっと組んできてくれって言ったら、だって実際かかんないじゃん、原価って。で、3時4時に帰りの日に組ませやいいわけでしょ。そうやってやれるから、まあ手直しだなだって、まああるから、まああれですけど、まあちょっと話がまた伸びてっちゃったね。でまあ、車とかいろんなもんが経費がかかりますと。で、そのまあ保証雑費がかかります。 も、まあ、もちろん社長の給料も入ってくるよねそこの、まあ、原価以外のところに35%ってもらっててもじゃあ実際に経営的に何,何パーじゃあ純利益なんですかって言ったら本当にねスーパーだよよく言うけどなんか5%以上は超有料企業って言うけど5%出すって本当に大変なので一般の人が思えばで逆,逆に考えてもらうと100万で工事依頼したら5万円儲かってないんですよ 本当に儲かんないと思う。5%残ってる塗装やなんかないんじゃないわからんけど。ほぼ半端以でしょ多分その残ってんの。うん、まあ、社長の給料が著しく高いとかね。まあ、俺でもクラウン乗っとるけど、だって俺と同等規模の会社やったらもうみんなもっといい車乗っとるでしょもう逆に全然俺よりちっちゃい会社でもまあ、クラウンぐらい乗ってるよね。うん、うん。なのでまあ、本当にそれぐらいかかって、じゃあ元受けってさ、 なんでそんなに経費かかって客より高く取ってんだからかかるでしょって言いますけど職人さんから言われるけど儲かるでしょって言うんだけど何がかかるってやっぱ営業マン育てるっていう経費あるでしょ今の人件費だけで見たら数パーセントだよ10%ないな営業マン人件費なんか売り上げ対比で1割でまあ1億だと1000万でしょまあ2億で2000万だって 一人頭、まあ給料が社会保険もなんだかんだ入れて500万だとして、で、10%だったら5000万でしょってうことは、月500万やりゃ給料出るわけだけど、まあうちの営業まで行ったら1500万とかやるこうやるからね、1500万で契約ね。で、現場管理がおるから一人じゃないですよ。現場管理まで全部やるんじゃなくて、あの、見積もりマン。 と、現場管理マンに分かれてる。まあ、で、営業は、もともとうちはもう、営業が全部最後までやったから、数年前、3、4年ぐらいまでは営業が全部現場管理までやったから、それでも1200万とかやらしとったからね。できる子たちは、もっとやってる子もったかな。で、まあ、数字が低い子もおるでね。で、あとは、まあ、やっぱ、見習いの子なんか、見積もり行っても行っても決まらない奴がおるんだわ。一割しか決まい。んで、いい加減半年ぐらいやったら辞めていくやつとかさ。で辞めていくやつもおるでしょ。辞めていくやつの人件費って全部パーじゃないですか。 一年間一生懸命こっちが育てたって、給料を払って育ててもらえる会社があらへんでしょ。だって給料払うってことはさ、だってお前のその技術を俺に提供しとるんだろうってことですよね。まあこれまた叩かれるからまあでも、でもそうじゃないですか。うん。だって、ね、その人の何かポテンシャルで、ここは会社は本当は学びの場じゃないからさ。で、ほんでいい,い,い加減一年ぐらいやったらなんか全然教えてくれんもんで、ああだもんで、こうだもんで、 残業多いもんでどうだねやめますって言ってやめていくわけでしょうでそれってじゃあ、ね、年間じゃあまあそのね見習い工みたいな見習い営業なんか300万だとしたってで車もあるでしょう携帯も支給するでしょうでそいつに教える上司のコストもかかるじゃないですかそうすると本当一1年おったらまるっと5600万ぐらいの損失なわけじゃないですかそうすると俺本当にね営業マン一人育てるのって俺1000万で聞かんと思うよ よっぽどまあ、連れうちで一人二人、社長が営業マン、もう一人ぐらい営業マン育てるぐらいまでのところは結構早いんですよ、多分。みんなもね。だけどそこって一番儲かなとこじゃん。だって社長って本当は現場で職人教育した方が、会社にとってプラスじゃんね。営業なんていうのは別に見積もりって決めてきて、金額って決まっとることだし、で契約率が上がればいいだけだけど、なかなかやっぱ社長みたいなね、 まあいいっすよじゃあ今度やりますわとかいや「これはどうですよ!」ってねやっぱ自分たちの商品うちの商品はここが売りなんですってうちの商品うちの職人はこういうふうにいいんです僕が塗料を買うのにどんだけ苦労してこの値段で買っとるかって説明できないからやっぱり営業マン、うん、まあやっぱ俺が行く方が昔ならねまあ今はちょっと違うかもしれんけど今俺が見積もりってもう,もう何年もやってないから分かんないけど。 俺がやっとる頃、営業マンも見積もりやっとる頃って言えば、俺の方が決めれるし、ね。で、まあ、言い方悪くすると、あこれとこれとこれと条件飲んでいけるんだったら、もう、あの、電卓弾けるから、あこれだったら損ねえな。じゃあこれだったらやりますわって、パーンって決めれるしね。在庫でこうでこうでこう,いうふうにやるんだったら。逆に変なやつで、あこういうやつは絶対文句言ってくるなと思ったら、もう安くて、もあえてやらんとかね。もう、あえて高く出して。 うん、まあ、それでも決まるんだったらまあやろうかなここみたいな人もおった俺の頃はね、まあ、これお客さん聞いとったら怒られるから、うん、まあまあでもしょう,しょうがないよね商売だもんねまあその,その時なんか価格表もなかったしさ会社今価格表があるからもうそれ以上の値段で売っちゃかんっていうのは決まってるよ、うんだけどまあうん営業マン1人育てるってそれぐらいコストかかるうん まあ、まず人を雇ってやる人って多いと思うんですけど自分がやった方が早いもう社長がまず最初にやらだって YouTube でも俺がやった方が早いんだもんで今度インスタって言うと俺一生懸命だって夜も本当にメに目ん玉が取れるんじゃねえかなっていうぐらいインスタ、まあ、勉強してるいろんな人のねで YouTube でもそうじゃないですかでやっぱある程度人に任せてで抜けていくわけでしょでそれって営業でも現場でも全部同じじゃないですかとび職でも俺もずっと現場出て人育ててある程度ね 今って優秀な子がおるじゃん。俊く君とかね、寺道、隆二、ね、カンタ、ショウタ、アショウか。まあ全部名前実名上げてることはいかんかもしれんけど。まあそうやって優秀な子たちがおってこうやって育ってきて塗装でもそうだよね。うん。なんで、そういう風になってくるからまた次のステップ行けるんで、今度は海外行こうってなれるんですけど。 ぶっちゃけね、それを中途半端な規模で1億、2億、3億でやろうと思ったら、俺相当きついと思うよ。俺17億やったって、今ではまだ下請けの方が儲かるんじゃねえかなと思うね。3億、4億だったら、れ絶対下請けやってた方が儲かる。だって建設会社の下請けでやってても、ぶっちゃけに30%の粗利り出るでしょ。と思うんだけどな。まあ、今厳しい業種とかだと10%とか15%って言うけど、職人さんとかね、給料とか払って全部やって15%とか言うけど、 うん、でも一定20%、30%。だって本当に広告宣伝費もかかるでね。5%で期間用多分。塗装って、あの、リピート商品じゃないじゃないですか。あの、リフォームだったらいいよ。あの、1個ね、キッチン取ったら今度、まあ、給湯器があって、塗装があって、今度なんか、部屋の改装があってって、どんどん家の構造変わってくるじゃん。ちっちゃいね、子供がおった3歳の家にリフォーム入った。で、今度はその子たちが大きくなって、中学校になる時に部屋作ったな、なんて。リフォーム会社ってリピート商材だから、 で、一件のお客さんに対して1000万とか1500万、2000万になってくると思うんで、広告宣伝費って必然的に下がってくるじゃないですか。けど、俺だって、一回塗った人って10年後でしょ。だって、やっと今うちなんかほんと10年前に塗ったんだわとか、十何年前に塗ったんだわって話がちょこちょこ出てきてるぐらいで、あとは、その、マンションオーナーさんとかだよね。アパートオーナー、マンションオーナーさんっていうのは、まあ、こういう時期をなんかね、またね、安く頼めると思って、やっぱね、動く。やっぱ、 一般の人と違うの流されんね。テレビでニュースとか見てたら、結局さ、あの、はあ、もうコロナなんで、あ,あなんか変に動いちゃダメっていうけど、アパートオーナーとかいうのはやっぱ商売センスがあるっていうか、あこういう時だったら土足屋さんに安くすんじゃねえかって,ってやっぱ依頼が増えてるね。アパートマンションオーナーさんはで。ぜひまた相談してくれたら、その辺はまあ相談乗りますんで、ね、今までのお客さんとかも相談してほしいですけど、 うん、まあ、ねまた、ちょっと、また、元請けに対しての時間が長すぎたら、また。で、下請け、うんうん、まあ、十分分かるかな。まあ、それで十分分かるかな。元請けさんは、そう簡単にやらない方がいいよって。で、下請け、今やってるんだったら、変に夢見て、元請けやるよりは、うん、やるんだったら、ある程度体力作って、下請けで3億、4億やる会社になって、そっから元請け行った方がいいと思う。 本当に体力いるから。で、今なんかましてやもう増えてるでしょ、トスヤも。うん、アホみたいなトスヤ増えとんなは、バカみたいな値段でやって、くっちゃくちゃなことやってやつらが本当に増えとるもんね。ちょ声が出えへんよまたこれ、アンチ戦えると思ったら、喉がぎゅっと収縮するんだよね、これ、本当に。うん。まあ、そんな感じです。まあ、今日もちょっと長くなりましたんで、あれですけど、ま、ずぜひあの、チャンネル登録いいね。で、まあ、最初にも言いましたけど、あの、インスタとかね。 あの、ぜひ、あの、インスタだけのインスタライブとかやろうかなと思ってますので、ぜひチャンネル登録しといてください。で、多分1000チャンネル登録2000ぐらいかな。インスタ2000ぐらい塗り替え道場チャンネルじゃなくて、俺のチャンネルもね、増えてきた時にちょっと面白いことやり始めようかなと思ってますので、ぜひ、あの、また登録しといてください。よろしくお願いします。